ベトナムのサイゴン B1、A1 肉ソーチャーメン、揚げ麺に粉末ソースと火薬、調味料、チーパウダーとフォークがついています。麺はやや超感があって柔らかめのちょっとやわな食感ですが、日本の製品でもこの程度のはザラにあります。ソースは日本の塩焼きそばに近く、化学調味料依存の高そうな旨味です。豚の匂いがストレートに出ていて面白く、唐辛子の香りも気持ちいいです。肉はありませんが、焼きそばにわかめは珍しいです。結構日本人の味覚には合ってると思います。